ギャシザーレスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州放送音出身のプロサッカー選手。サッカーアメリカ合衆国代表、コロンバスクルー所属。ポジションは FW。ロサンゼルスギャラクシーのアカデミーでプレーし、高校卒業後は、カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校に進学。2012年12月、ホームグローオンプレイヤーとして、 かつてユース時代を過ごした LA ギャラクシーとプロ契約を結んだ。2013年4月15日、リザーブチームの試合でプロデビュー。4月27日のレアルソルトレーク戦でトップチームデビュー。5月11日のバンクーバーホワイトキャップス戦でプロ初ゴール。2014年12月7日の MLS カップ決勝では53分に、 ステファン石崎のクロスからゴールを挙げた。アディショナルタイムにキャプテンのロビー・キーインがゴールを挙げ5度目となる同大会優勝を果たした。2014年シーズンはリーグ6位対ホームグローオンプレイヤーとしては史上最高の16ゴールを挙げた。2018年1月20日オラ・カマラとのトレードでコロンバスクルーに移籍。 2014年シーズンにおける活躍が評価され、2015年1月のチリ戦とパナマ戦で代表に初招集された。1月28日のチリ戦で68分にクリント・デンプシーと交代し、代表初出場。2月8日のパナマ戦で初スタメンを飾ると、デンプシーのゴールをアシストし2から0の勝利に貢献した。2015年6月5日、 オランダとのフレンドリーマッチで代表初ゴール。2015コンカカーフゴールドカップでは、グループステージのハイチ戦でデンプシーの決勝ゴールをアシスト。決勝トーナメント進出に大きく貢献した。準々決勝のキューバ戦では1ゴールを挙げ6から0の対象に貢献した。ロサンゼルスギャラクシーアメリカが衆国代表個人。ありがとうございます。